折り紙の百合の花を花立てに生けられるようにしてみました。折り紙の基本、三角折りと四角折りが簡単にきれいにできる方法をまずご紹介します。まず、長方形になるように半分に折ってください。これを十字に折ります。裏返して今度は三角形になるように半分に折ります。90度回して同じように折ります。この2辺を持って合わせると三角折りができます。裏返してこの十字になっている2辺を持つと四角折りができます。百合の花はこの四角折りから折り始めます。百合の花の折り方はたくさんの方がアップロードしています。百合の花折り紙折り方で検索してみてください。黄色のお花紙を小さく裂きます。造花を作る時のワイヤーの先を曲げたら、ここに引っ掛けてくるくると巻いていきます。最後の部分に水のりをつければおしべの完成です。これを必要な本数作ってください。ここでは3本使っています。3本まとめてねじります。茎を通すための穴を開けます。そこにおしべを通します。そして、茎になる、ここではストローを使っていますが、割り箸や太めのワイヤーを使っても構いません。おしべのワイヤーと茎を一緒にフローラテープで巻いていきます。この時滑りやすいので、巻き始めはセロテープなどで留めておいた方がいいでしょう。ここでは根元をぎゅっと握って巻きつけています。巻き始めの部分ができたら、あとはくるくると巻いていきます。途中に葉っぱを挟みます。細く切って、根元を2つに切ったものを挟み込むようにしてつけます。糊付けしておいてもいいです。3枚ほどつけるとちょうどいいと思います。これで百合の花の完成です。ここでは赤い百合の花を作りましたが、白い紙で白百合、紫を使って桔梗なども作ることができます。花立てはトイレットペーパーの芯と段ボールで作りました。